どうも盆栽 Q です。不要園のことだと申します。はい、不要園さんにまたお邪魔しております。今日はこちらのもみじ、はい、苗ですね。はい、もみじの苗ですね。でこちらを最初にまあこのぐらいから始めるだろうということで、そうですね。でこれを買ってきた時の、はい、まあ、育て方と、はい、あとまず鉢がこれ今、はい、ビニールなので、はい、これをまず変えるっていう作業を本日やっていただこうと思います。はい、はいはい、まずこのビニールポット、そうですね、買ってくると大体こういうビニールポットだと思うんですけど、はい、どうしてもこの下子がベタっとついてて水はけが悪くなるんで、はい、すぐにでも鉢に変えてあげてほしいと思いますね。なるほど、はい、まあ、何でもいいんですけども、これが合うような鉢ですね。もう何か探してきて、うん、まあ、いきなりこういう、ね、本格的な鉢でもいいですし、下手鉢って、まあ、いわゆる素焼きの、はいはい、ああいう鉢でもいいです、まあ、どうせならこういう鉢で楽しんでもらった方が。そうです、はい、服みたいなもんなんで、なかなかこれも探すのが大変だと思いますけど。そうですね、はい、でこういうビニールのものから、はい、その何ていうんですかね、素焼きの、はい、要は下手鉢とか、はいはいはい、あれに変えるのでもやっぱり意味はあるんですか。そうですね、変えた方がいいんですか。はい、下手鉢っていうのは素焼きの鉢でして、はい、通気性とか排水性がよくできてますんで、はいはい、まあ、こういうものを植え替えてあげると生育もとても良くなりますし。なるほど、はい、いいことづくめですね。わかりました。早速作業していただきます。はい、今はちょっと真夏なんで根っこを切ったりするような植え替えっていうのではなくて、単純な鉢を変えるっていう作業になりますね。はい、根を傷めずにそのまま植えるっていうんですけども、ちょっと鉢底ですね、そのまま植えるとこぼれちゃうんで、虫除けネットみたいなこういうのがあるんですけど、はいはい、これにちょっとつけてもらって、取れないように、取れないようにちょっと曲げてもらって、まあ、適当でいいですけどね、まあ、こう綺麗に切ってくださいね。はい、まあ、こういうのはだいたい根元のしっかりしたところを持ってこう逆さまにしてもらえばズバッと出ますね。あ、まだこれ1年目なんで根っこがこんだけしかないんですけども。なるほど、はい、優しくちょっと落としてあげて、これがあんまりやりすぎると傷んじゃいますので、冬とか植え替えの時期ですね、2月とかでしたら、葉っぱが出る前でしたらもっと、はい、根っこ切っちゃって大丈夫です。新しいのちょっとそこへ入れて、まあちょっと押し込む感じになっちゃいますけどね。土はちなみに何を使ったんですか。はい、うちは赤玉土ですね。赤玉土、はい、いろいろ混ぜたりもするんですけど、まあ、最初のうちはこの小粒で単品でも大丈夫です。うん、あんまりギュギュやるとまた根っこ切れちゃいますんで。なるほど、ほどほどで。本来は、はい、その今時期じゃない時にお願いしてるので、はい、あれなんですけど、本来はもうちょっと根がしっかりしていれば。そうですね、はい、もっと根っこを切って薄い鉢にも入りますし、はいはいはい、今ちょっと深い鉢にしか入らないので深い鉢ですね。なるほど、はい、まあ、こんな感じでちょっと入れてもらって。あ、かわいいですね。はい、で、まあ、水かけたり苔張ったり、うんうんうん、はい、すればもう盆栽ですね。なるほど。ではその盆栽の、はい、まあ、買ってきて鉢植えしました。はい、でその後はやっぱり置き場所、はい、っていうのはどういったところに。はい、そうですね、まあ、その木の本来のものですかね、生育環境に合った場所が理想的なんですけども、はいはい、今植え替えたてっていうのは少し根がいじられてちょっと弱ったっていうのを覚えておいてもらって、はいはい、1週間ぐらいはちょっと日陰ですね、軒下とか日が強くないところに置いて、はい、水やり管理してもらって、はい、で徐々に明るいところに出していくっていう感じで慣らしてあげると、なるほど、こう外にもうさんさんと太陽浴びても、はいはい、大丈夫っていう感じになりますね。はい、夏の時期は、はい、とかは夏の時期、はい、もみじ特に若い木なんかはやっぱり暑さに弱いですので、暑い弱い、はい、日陰とかちょっと木陰っていうんですかね、はい、薄暗い、まあ暗すぎてもあれなんですけどね。はい、じゃあこれから寒くなってきたら、そうですね、徐々に日向に出してあげると紅葉がいい紅葉してくると思いますね。なるほど、はい、そうですね、これからのシーズンは。そうですね、なかなか楽しみですよね。そうですね、真っ赤になりますね。
水やり、はい、水やりはそうですね、こういう赤玉土ですと乾くとあの白っぽく色が変わってくるんですよ、はいはい、まあ、こんな感じで、なるほど、まあ、表面がこんな感じになったらあのこういう感じに乾いてるのが目立つようになってきたら、ちょっとここから抜けるまで、はい、たっぷり水をやるっていうのが基本になりますね、はい、はい、たっぷり、はい、でやっぱり綺麗に苔張ったりするとなかなか中の状況が見えませんので、うん、そういう時は鉢の重さだったりあの手入れの感触ですね、あの苔が湿ってると、はいはい、そういうので確かめてもらって、うん、はい、水をやってもらえばいいかなと思います。苔はやっぱり好みなんですか、敷く、はい、しかないよ、まあ観賞するにはとてもいいんですけど、あの管理するにはやっぱり水が弾いちゃったりとかいろいろあるんですよ、はいはいはい、それなんでまあ好き好きですね、うん、本当のマニアな人たちは苔外して管理したりする方がいいんですかね、はい、やりやすいという人もいますし、はい、なんかやっぱりこう土の蒸発を防ぐ、はい、そうですね、そういうのもっていう効果もあるあります。なるほど、逆に夏は蒸れるなんて言われたりもします、はい、上でカバーされちゃって下から空気が抜けないなんていう言われ方もしますね、うんうん、でも普通にちゃんと水あげるっていうような環境であれば、はい、そのこけない方が分かりやすいと。分かりやすいです。なるほどそれからよく乾きます。なるほど、はい、ちなみにあの室内にこういうのって、はい、結局若い人たちって、はい、観葉植物あるけど盆栽ってないじゃないですか。あ、はい、それって差って多分室内に置けるかどうかだと。そうですね、でやっぱり室内っていうのはあんまり良くない。あんまり良くないですね、まああのまあ、こういう木だったら気兼ねなくあれでしょうけども、あの何十年で生ハムしたものを枯らしちゃうなんて大変だと思いますので、それはさすがにあの結構木も慣れるんで、はいはい、あの日陰に強い木ってあるんですよ、はい、まあ、そういう木をですねあの徐々に部屋の中にやるとある程度慣れてきます。へ、はい、育てたことありますか室内。あ、そうですね、うちは自分も結構ね室内で。あ、ありますか。はい、ありますけどね。ちなみに木の種類は、もみじもありますけど、はいはい、まあ、たまには外に出したりもしてますね。もみじ、松も入ってますけどね。お、松も大丈夫なんですね。いやでも大丈夫じゃないですよ。あんまりよくはない。健全な状態じゃないですけど、なるほど。枯れはしてないぐらいな維持はしてますけどね。室内だと水やりが大変ですね。さっき水が下から出るほどぐらい、ね、はい、あげるっていう。はい、まあ、そういう時は受け皿してもらったり台所でやってもらったりして溜まった水は捨ててもらうっていう基本にしてもらえれば、はいはいはい、分かりました。で最初の植え替えと水やりと、はい、あとは何ですか、ね、肥料、肥料、はい、の時期とかもあるんですよね。肥料、そうですね、時期は、はい、主に大体の植物が春と秋っていうのを覚えててもらえればいいと思うんですけども、はいはい、成長と冬支度みたいなもんですよね、うんうんうん、はい、そのぐらいっていうのを覚えておいてもらえれば、はい、なるほど。じゃあ苗と、はい、鉢を買ってくればもう盆栽始められるって、はい、あ、もうすぐにでも、はい、簡単で、ね、簡単ですね、はい、一応ハードルをどれだけ下げれるかっていうことなので、はいはい、もう誰でも簡単にこんな可愛いものが作れますので、はい、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、失礼します。